衝撃、禁煙した瞬間から体に起きる驚くべき10の変化。禁煙することによって体に起こる変化を知っているだろうか。私たちの体は喫煙をやめた直後から正常な状態に戻そうと活動し始める。今回はそんな体の変化を10の時間系列で見ていこう。喫煙から1分後、すでに1分の段階でタバコのダメージから体を回復させようと免疫機能が働き始めます。肺から取り入れたニコチンが体全体に巡っていき、満足感を得ます。肺にはニコチンを含んだ煙が充満し、血管は収縮、血圧が上昇し、脈拍も速くなっています。喫煙から20分後、ニコチンによって狂っていた血圧、脈拍、体温が正常に戻ります。20から30分後は喫煙によって収縮していた血管が戻り、ようやく手足の血行が良くなってきます。体はニコチンを求め始め、人によってはイライラするなどの症状が出てくる場合もあります。禁煙から8時間後、血液中の一酸化酸素濃度が正常に戻り、酸素濃度が正常に上がってきます。呼吸器系の改善が見られ、しっかりと呼吸により酸素を取り込みます。人によっては苦しんでいた喉の痛みが取れ始めます。しかし喫煙したいという思いから禁煙の効果を感じるのは難しいはずです。禁煙から24時間後、心臓発作のリスクが減り、肺がきれいになり始めます。血液中の一酸化炭素濃度が正常に戻り、体の内部への効果が顕著になってきます。しかし一番タバコが吸いたくなる時期なので注意が必要です。食後の一服など習慣化した喫煙行動により禁煙失敗になる確率が高いです。禁煙から2日後、48時間後、タバコによって狂っていた味覚や嗅覚が正常に戻り始めます。それによりご飯やお酒が美味しくなり始める頃です。禁煙の効果を最も実感するのがこの48時間経過後と言われています。禁�煙から3日後、72時間経過、やっとニコチンが体内から検出されなくなります。気管支が緩み、喉のイガイガや痛みが取れていることを誰もが実感します。ランニングなどの軽い運動をしてみれば禁煙の効果をはっきりと実感できます。喫煙の誘惑を乗り越え、ようやく健康体になった状態です。禁煙から1週間後、ここまで来るとぐっすりと熟睡できるようになります。これはニコチンのせいで機能しなくなっていたアセチルコリンが復活し、睡眠のリズムが正常に戻るためです。気持ちの良い目覚めに驚くはずです。喫煙の誘惑を乗り越え、ようやく健康体になった状態です。禁煙から 2、3週間後、体全体の血液の流れが改善し、お肌にハリとツヤが戻ってきます。循環器機能が良くなり、歩くのが楽になります。日常の通勤が楽になっていることがわかるでしょう。喫煙状態の時と比べて肺の機能は 30% も良くなっています。禁煙から1から9ヶ月後、咳、疲労感、倦怠感、息切れ感が減り、肺の細胞が修復され、細菌感染が減ります。体中からエネルギーがみなぎってきます。この状態が禁煙成功と言われる状態です。
しかし、ふとした時にタバコを吸っている夢を見ることがあるかもしれません。禁煙から5から10年後、肺がんで死亡するリスクが徐々に減っていき、非喫煙者と同程度になります。しかし安心してはいけません。なぜなら、一度ニコチンを覚えてしまった脳はその快感を覚えているからです。たまにはいいかとならないように、毎日禁煙のことを意識しておくことが重要です。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。